よっしゃ、戻ってきました。今、文化祭のところですね。前回は、確か文化祭は爆発してから、何君、死ねばみたいな感じで言われたから、今回は頑張っていこうと思います。あ、あかねちゃん。あ、もしかして一人？実は僕もなんだ。一緒にどう？よし、一緒に見学しよう。よかった。あ、で、一つ分かったことが、あれなんですね、ディスク3からようやくあのときめきとマックスになる好感度が見えるんですね。初めて知ったよ。なんかずっとディスク2なんか好感度マックスならんなってずっと思ってたんですけど。さあどうしようかな、電脳部行くか。ゲームだよゲーム。このゲームがしたくて。じゃあ俺ちょっとやってみるね。ということでここはカットしまーす。俺はやるけどね。勝ったー。めっちゃむずけ、あと一機やったー。あぶねー、むずけー。難しいというよりもなんかスムーズに動かないからね。十字キーだからさ、 3D スティックでやりたいわ。もうカクカク。いやーでも倒したわ。イエーイ、エンディングです。じゃねえ、見てるだけでも楽しかったよ僕。ういー、そうだね、役できてたしね。本当によくできてたわ。僕にはよくわかんないけど、普段ゲームやらないから。でもあんなの作れるなんて頭いいね。まあね、素直に感心してるみたいだ。あ、やらないんだな。やるかと思ったわ。文化祭どうだった？こんなもんだよね。バタバタっと準備してあっという間に終わっちゃってさ。まあね、確かにあっけなかったな。おい、あと何が残ってたっけ。あと四天王がもう一人いるんだったよな。じゃあそこまでカットしまーす。来たー、今日の放課後河川敷公園に来てね、約束よん。誰やねん。でこれっつが四天王の最後だな。おーおー、兄ちゃん。だ、誰だ。弱そうだな。俺様知らねえっていうのかい。じゃあ俺様はバイト番長、少年にゃ恨みはねえが死んでもらうぜ。バイト番長ってさ、おいおい、俺の知ってるやつじゃないのか。これ中身あかねじゃないの？違うん？どうなんだろう、よくわからんな。もう声全然ちゃうしな。えー、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 ええー、とか言う。時間見てた。じゃあな少年、また会おう。帰ったし。さすがバイト番長、意味がわからない。戦いが中途半端に終わった。勝ってないけど大丈夫かな。でも結構強いはずなんだけどな俺。なんだったんだ。まあまあ本当にそうやわ。終わったー、しての終了しての終わったよ。おテストの結果を見と、あと、あ、あとなんですけど。ねえねえ、テストの結果どうだった？普通よりちょっと下かな。まあまあってとこかな。あかねちゃんはどうだった？僕はダメだよ。もともと成績に興味ないし。いや勉強しろよ。こう堂々とされると成績とかなんてあれこれ考えるのがバカバカしくなってくるなーって。バカか、考えろや。今日はクリスマスだ。一周一さんの家でパーティーがあるんだっけ。チケットはもらったし、さあ行くか。ということでクリスマスだぜ。でかい家だよな。こんな家は住みたくはないな。ちっちゃい家でいいわ、便利だしな、ちっちゃい家の方が。うん、あれが一周一さんのお兄さんなんだ。はい、どうでもいいけど。匠はいいよ。あ、ことぶきちゃん、もうそいつはいいや、もう済みだから。あれ、なんだと。おーい、あかねちゃん、おー、いいよ喜んで。あ、一文字ちゃん結構来るね、そっちから。超嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。はい、ということで中央公園に来てます。あ、あかねちゃん来てるな、もう来てるぞ。ごめん、待たしちゃったかな。平気平気、今来たとこだよ。もう完全にマックスじゃんこれ。じゃ
最高じゃないか。まあ、クリスマスなんもなかったけどな。マジでクリスマスマジなんもなかったけどね。びっくりしたわ。やっぱ次回だね。波紋って言ったらだろう。まあいやいや、うん、水の動きって心を沈めてくれるよね。石を投げ込めばもっと波紋が見られる。これはないわ。自然って不思議なぐらい均衡が取れてるよね。上かな。うん、ほっとするっていうのかな。うえ、普通だった普通だったな。家まで。あら、飯食いに行かんのかな。と1月1日。さて、年賀状を見るか。前回ちょっとあれだったな。ちょっとカットしちゃったな、年賀状。完全に忘れてたわ。うーわ、これがマックスの状態の年賀状か。あんまりあれだな。あんますごくないな。はい。これ絶対あかねちゃんだよ、これ。あ、はーい。ということで、おーい。あ、お母さんのだ。おめでとう。今年もよろしく。よろしくお願いします。ねえ、これから一緒に。行く行く。本当？嬉しいな。これ断ったらどうなるんだ。準備して。家でずっと寝てるんか。うんうん、あ、めんどくせえわ、寝るわとか言ってから。これ主人公の格好って何なんだろう。うん、やっぱ私服なんかな。どうかな。お母さんにそっくりじゃない？やっぱりそうかな。お母さん見たことないけどな。うんうん、新年最初の記念すべき。そういえばそうだね。うん、寒さも手伝って文字通り身も心も引き締まるな。あかねちゃん新年早々気合入ってるな。今年はさ、宝くじ引こうぜ。宝くじ。そう、宝くじ。宝くじじゃねえよ、おみくじとか。おみくじ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 。どれどれ、今年の運勢は大吉。いいね。どう？今年の運勢。最高。でも引いてないんだろ。だってもったいないじゃない。ああ。やっぱ同じなんか。やっぱ最後の。すごい人混みだったから、ちょっと疲れたね。最後の年じゃないとイベントが少ないね。うん、確かに。帰ったら何にもしないでゴロゴロして寝正月を満喫だ。めったにない本当の休みだからね。むしろバイトしてる人ならあれだけどな、忙しいと思うけどね。そうだね、あかねちゃんは日頃忙しいから今年も頑張ってね。うん、時は流れてバレンタインデーです。はい、来たよ。はい、ギリチョコね。オッケーオッケー。さあ来るよ、匠がな。そしてここで、お前か。お前じゃない、お前じゃないよ。そして、来た。あ、あかねちゃん、これはもう日本中でみんなが当たり前にやってる行事だから深い意味なんてないからね。ツンデレか、お前ツンデレか。は、とにかく、はい、これチョコレート。あ、行っちゃったよ。ツンデレやな。デレデレデレやな。ちょっと、来た。誕生日です。ときめきのマックスの状態だったら誕生日を向こうからもらえるというね。あ、あかねちゃんどうしたの。誕生日おめでとう。はい、これあげる。え、ほんと嬉しいな。中身は何かな。あ、後で一人で見て。恥ずかしいかな。大したもんじゃ。この誕生日の中身って絶対わからんよな。うん、バイバイ。あの、ちょっと。お、いいぞ。なんだ。ねえねえ、今度の日曜日カラオケボックスに一緒に。あかねちゃん結構誘ってくるな。めっちゃゴリゴリ押してくるじゃん。ツンデレじゃないな、ゴリオイ。ゴロデレやな、ゴロデレゴロデレゴロデレってはちょっとダメやな。お、来てる。おー、さすが、さすが巨乳。ごめん、待たしちゃったかな。どこに行くんだっけ。カラオケボックスか。カラオケボックスほんと好きだな、こいつ。ラッキー、待ち時間なしですぐに入れるよ。カラオケか、最近行ってねえな。僕こんな曲入れてないけど。
元気な曲が似合うと思って言えたんだ。昔の曲が好きそうだろうと思って言えたんだ。少しは新しい曲を歌ってほしくて言えたんだ。元気な曲が合うと思って言えたんだ、うん、初めて聞くけど確かにいい曲だね。ねえねえ、知ってるなら歌ってよ、覚えるから。おい、俺初めて聞く曲なんて絶対歌えないからだよ。今日は楽しかったね。今度は俺から誘うよ。じゃあそろそろ帰ろうか。なかなか誘わんな、飯に。はい、とホワイトデーに来ました。うん、あかねちゃんに任そう。あかねちゃんいないかな。あかねちゃん、どうしたの？めっちゃ緊張してるじゃん。はい、あかねちゃん、これ。これそうだよ、チョコ美味しかったよ。あ、ありがとう。ちょっとびっくりだな、お返しなんて全然期待してなかったから。それじゃあ僕急いでるから。すごくもじもじしてたな、あかねちゃん。どうしちゃったんだろう一体。分かれよお前バカ野郎。っていうか今僕っ子っているんかな。会ってみたいな僕っ子に。はい、来た一文字さん。来たよ、3年目。同じクラスになったね。改めて1年。絶対これ3年目やね。ほんとほんと。でもきっとそうなるよ。なんとなく自信あるんだ僕。3年目は絶対こうなるからね。どういう意味だろうな。とにかく同じクラスになれてよかったな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。